2020シーズンに飛躍を遂げた堂林選手でしたが、実力不足です。しっかりこのオフに準備して、来年キャンプに臨んでいきたいとコメントしています。一方、床田投手は前半戦は不調で2軍降格を経験。しかし1軍復帰後、9月にはプロ初完封。自身初となる月間 MVP を獲得しました。600万円アップの3300万円でサイン。床田投手は左を引っ張っていってくれと言われたので、自覚を持って臨みたいと意欲を覗かせました。